続いて2本目なんですけどね、いやこれを喋りたかったんでね、続いて2本目なんですけども、今日の2本目はですねこれですね、監督さんがジョージ・ミラー、主演がメル・ギブソンでマッドマックスですね、でこれはもうジョージ・ミラーっていう監督さんと、メル・ギブソンの出世作ですね、オーストラリア映画で制作費が350万で興行収入が、まあ、何十億円と稼いだと。でなんかねブレアウィッチプロジェクトかなんかに抜かれる前は予算が少なくて、予算が少ないんだけどもそのヒットしたっていう、そのなんていうの、比率が一番大きい映画だったらしいです。これはもう世界中でこれは大ブームを起こした作品ですけどね。で、ま、ウィキペディアの今あらすじ見ながら喋ってるんですけど、未来の話なんですよこれは。で巷ではもう暴走族が溢れ返ってるわけ、バーンと最初からもうすごいんだから暴走族ヤッハーって言ってるわけよ、バーンと走って、それをこう、ま、おまわりさんが追っかけていくんだね。で、ま、要はかいつまんで喋ればこの暴走族の連中とメル・ギブソン演じるマックスのもう熾烈なる死闘を描いたね、もうアクション作品、アクション大作ですこれは。でもう迫力あるカーチェイスシーンでね、あのスタントマンが2人死んだっていう噂もあるくらいの作品なんですよ。え、そんぐらい今見てもすごいんだ。79年公開だけどワイルドスピードメガマックスよりも全然こっちよカーチェイスで言えば。で僕は不思議だよね、やっぱり人が2人死んだ方がすごいのね、やっぱ映像的に。でもうメル・ギブソンがさ若いんだ、まず本当に今ね落ちぶれちゃったけどもね、本当もう。でこのメル・ギブソンがさ若くてもう暴走族戦いまくるわけや本当。でもう残酷な暴力描写ね、もうびっくり。マッドマックスっていうかマックスのさ仲間はさ火だるまにされて殺されるわさ、でマックスの奥さんと子供は暴走族に惹かれてぶっ殺されるわね。でマックスはそれで復讐するんだから、もうでもさ奥さんと子供と仲間殺されてるから復讐する時のこっちにテンションの上がり方ってのはないね。あの時死刑制度なんてものは吹っ飛ぶね、映画見てる間は。見てるこっちとしてはさぶち殺せって思うもんね、本当。あんな暴走族の連中ぶっ殺してやるって思うから、本当に引き殺してもうやつだけにしてもう体引き裂いてやんなマックスって思うもんな。これが映画の面白いところよ、こういう見方するのがさ。でやっぱそのなんて言うんでしょう、やっぱそのやっぱ見てて予算とかそういうことってのは言い訳なんじゃないかっていうふうに思いましたよね。やっぱ予算なくたってだよ、やっぱ作り手がさ2人スタントマン殺したっていいもん作るんだって開き直られたらさ、まあすごいわ。でやっぱり生身にはかないませんね、やっぱりどうしたって。いや俺 CG とかも好きだけど、やっぱトランスフォーマーみたいなものだったら CG 使う意味あるかもしれないけど、やっぱ生身でできるところはやっぱ生身でやってくんなきゃ本当に。でなんて言うんでしょうね、そのやっぱ予算関係ないっていうところで言えば、やっぱこの作り手の熱意ってものに押されるのよ見てて。わかるわかるよって思うわけでさ、いくら未来って言ったってもうむちゃくちゃなんだから本当に。まずマックスの上司っていうのが出てくるんだけど、こいつの制服ってのはもうとんでもないんだから、おまわりさんですよ。もうね両袖で切った頭坊主にして両袖で切ったさ革ジャケ着て出てくるんだから、おまわりさんがどっちが暴走族か分かんないんだよ本当に。もうでそんななんかまあそういう濃いキャラクターも出てきて映画として盛り上がらないわけがないっていうね。でもアクション大作っていう割には意外とねカーチェイスシーンそんなにないんだよこれが。でも見てるとまあ興奮するんだ。で僕がこれ最初見たのってな、僕映画最初意識的に見出したのがメル・ギブソンとパルプ・フィクションだったなって思うんですけど、それが中1ぐらいの時でしたけどもね。でまあ昔からまあリサ・ロエポンとか見ててメル・ギブソン好きだったわけ。じゃあメル・ギブソン最初に追っかけようと思って、一番最初に僕が役者さんで意識した人ですよメル・ギブソンって人は。で当然マッドマックス見てんだけど20年ぶりぐらいにちゃんと見直したじゃない。それでも面白いからね。
でもう当時俺が一番最初に見出した時だって10、20年ぐらい経ってて、すごい映画だなと思ったわけですよ。でそれから20年経ってもやっぱりすごい映画だなって思う。これやっぱこれすごい映画なんですよ。だからあの筋としても単純だしね。まあほら巷でその辺暴れてる暴走族いるでしょ。そうするとほらね、みんな軽の車とか乗っててさ、本当に暴走族に鉄パイプで彼野郎ヒャッハーとかってやられてるじゃないですか。皆さん江ノ島あたりこうドライブしてれば、で畜生ぶっ殺してやりてえって思うけどできないでしょなかなか。だからこういう映画見て気持ちスカッとしてだよ、殴れない上司を代わりにぶん殴ったような気持ちになるっていうね、そういう気持ちになる使い方はもう絶対できると思うんで、これ絶対おすすめですから見てちょうだい、うん。でちなみにこの間ツイッターでマッドマックス1すっげえ面白かったって書いたら、ちょっと映画の話になって、でスタントマン2人死んでるんでしょってこうアット付きでもらって俺が返したの。そしたら、いやあのスタントマン2人死んだっていうのは撮影現場に向かってる途中で交通事故にあって死んだらしいですよって噂あるぐらいだから、実際は映画の撮影中は別に誰も死んじゃいなかったんだけども、あの見てる間はさ、ね、ネタバレだけども見てる間は人死んだぐらいなのかって思えば楽しいんだからね。そこは騙されて黙って見たら、うん、いいんだからね、うん。だけでもう絶対おすすめの一本ですね、というわけで今日の2本目はですね、監督ジョージ・ミラー、主演メル・ギブソンでマッドマックス。